定山渓の宿泊施設ではチェックインの際にこうしたクーポン券が渡されます。その名もカムトゥ定山渓どこでもクーポン。定山渓エリアの施設ならどこでも使える金券です。定山渓で1泊7000円以上の宿泊をすると1泊につき1人3000円分のクーポン券がもらえます。普段はこうして足湯を楽しむ人や散策する人でにぎわいますが、今は人の姿全くありません。新型コロナの影響で今年度の売り上げも温泉街全体で7割も減る見通しです。そのため休館を続けるホテルもあります。しかし GoTo トラベルや道民割などの再開をただ待つわけにはいかないと自ら立ち上がりました。新型コロナ感染症に関してはですね、まだ収束しておりませんが、札幌市民、札幌区域だけで行くとですね、結構落ち着いてきたということもありまして、早速クーポン券を受け取った札幌市民は、もらえるんであれば使っていろいろ行きたいなとは思います。嬉しいですね。なんかここの支払いにも使えるっていうことでしたから、お土産かなんかに使いたいと思います。観光客の減少で繁忙期の5分の1ほどの600個しか作っていないという饅頭店も今回のクーポン券に期待を寄せています。いつもね、6月のね中ぐらいまで忙しいんですよ、うちはずっと。それが全くない状態だから大変です。期待してます。本当に忙しくなったし。札幌市民限定のこのクーポン券、6月30日まで10万枚を発行する予定で、12月20日まで使うことができます。定山渓もですね、安心宣言というのを策定しましてですね、地域それからの各ホテルも一体となってですね、感染防止取り組んでまいりましたので、静かに、楽しい温泉旅行を、に来ていただきたい。